ブマート。どうもレブマートチャンネルの川津です。プレートキャリアには前後のみではなく脇腹を守るためのサイドプレートを差し込めるよう設計されているものがあります。今回はサイドプレートを一般的なダミープレートをカットして作っていきたいと思います。本日使用するダミープレートはこちら、レプズギアのレバフォーム製ダミープレート、約30cm×24cm×2cm です。程よい硬さで頑丈ですが、ある程度クッション性もあり体に沿って曲がってくれるため、プラスチック製に比べ痛くなりにくいのが特徴です。またカッターで切ることができるため加工するのにもってこいな素材です。それではこのプレートをサイドプレートの大きさにカットしていこうと思います。用意するのはカット可能なダミープレートなどの素材、サイズを測るためのメジャー、差し金や定規であれば線も引きやすいです、ペンなどの印がつけられるもの、そしてカッターです。下が傷つかないようにするための下敷きなども用意すると良いでしょう。まずはメジャーでカットするサイズに印を入れていきます。サイズは6インチ×6インチ、 14.5センチ×14.5センチ です。できました。そしてこの線に沿ってカットしていきます。角を少し切って丸めましょう。
端の方がささくれのようになってしまっています。ハサミで切ってしまいましょう。完成です。プレキャリに入れてみましょう。このプレキャリ、ダイレクトアクションのスピットファイアプレートキャリアの場合は、そのまま入れると上部がむき出しになってしまいます。別売りであるサピマウントを装着することで、サイドプレートをカマーバンドに固定することができるよう設計されています。いいですね。サイドプレートを入れた後もパルスは問題なく使用できます。反対側も。着てみるとこんな感じです。四方から守られている感じ、ホールド感がすごいです。以上、サイドプレートの作り方のご紹介でした。おまけです。以前コメント欄にて自己紹介をしてほしいとのコメントをいただきましたので、簡単に失礼します。ニックネームは買わず、レブマート YouTube 担当です。趣味は幅広い創作活動、きれいに作ることを目的としていないので、本当に趣味です。特技はルービックキューブです。カワズというニックネームはその名の通りカエルのことで、カエルが好きだからです。一応カエルさんも3匹飼っています。こちらがその1匹、スイカさんです。ジャングルに溶け込めそうな柄をしています。他にもエビなどを飼育しています。レブマートを運営しているデジスト本社スタッフ、レブマートの各店舗スタッフのプロフィールは概要欄の URL から見れるので、ぜひ見てみてくださいね。それではまた次の動画で。